アーティストが今のすべてをかける1分間、未来へのワンミニット。シンガーソングライター、はるか。自分の頭の中に鳴ってる音とか映像を表現したいという気持ちでやってますね。曲によって表現方法が大きく変わるのが彼女の特徴。そこにあるのは聴くものに媚びない自分らしい世界。どちらかというとこう脚本家みたいな感覚があって、自分がワクワクするものをこう作りたいという気持ちでやってますね。そしてもう一つ彼女の中にあるのが、すごいひどい状況とかだと手を差し伸べてくれる人とかいたり、幸せな状況だとそれをこう祝福してくれる人がいたりするけれど、なんかその中間にぶら下がってる人たちに寄り添えたらいいなみたいな気持ちは根っこにはあります。はるか、今の彼女が全てをかけるワンミニット。人生別に選びたくもないものを選びたかったみたいに選んで、焦げ臭くなってく体、誰かのまがいもの傷だらけさ、誰のせいだ教えてくれよ、はるかの未来。誰かに寄り添い生きる支えになれるシンガーでありたいです。その1分瞬間が未来を作る。西日本シティ銀行。